今日の大阪城ホール大会の記事こう書いといてくれ。この高橋裕次郎と石森泰治がロスインゴブエナブレスで8本に勝ちました。これマジ。今日の大阪で久々に生でブーイングを浴びて最高に気持ちよかった。今日の出来事を石森は忘れません。